30万円ポッキリなので、運極になるかならないかは運次第でいきます。焦らない、お来てる。俺第1弾を狙っていく、珍しいこのパターン。まずは10連目ストライクショット。6年ぶりにお帰りなさいませ。いらっしゃいませ。いざなるのか。おお、誰このマスク。ロイ、サモハンキンポ。ちょっと待って、誰この左下。ネプトゥーヌス。右上誰だよこれ。ピニャコラーダ。ちょっともう知らないよその存在。誰この、あ、これは知ってる。じゃあ、で待って、あ、ちょっと待って、これやばいかもしれない。どっち引けばいいかっていうと、それはもう第2弾でしょ本来ならば。何やってんの、ちょっと待って、やばいやばいやばい。おお、なんだすげえ、ちょっとやばいこれ。あ、何これ、あ、ちょっとやばいやばい。ミラ、やばいやばいやばい、関係ない人。おお、エドワーマスパス。誰、あれ、あ、ちょっと、あ、ちょっとすごいな、ちょ、まずい。これエドだよね。まずエドでしょ。エド。これは？ちょっと待ってよ。リロでいいよでも。略して。リザロイだから略してリロ。バカチーこれ。なんだこれ！キラークイーン。よし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 。お前出すぎだって、リンヤをやばいし。あ、なんかおじさん出た。このおじさん大体たしきさんなんだよな。俺の若い頃に違う、全然違う。おい、ちょっとちょっとちょっと、おい、エドワード。おしよし、うわさ、やっ、エドワード、これ。おー、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。何やってんだよマジで。ああ肌色率、あ、やばいやばいやばい、ちょっと急に爆死が、あ、うわあ、すげえ髪きてる。よし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 、すっげえ。ヤオ？おお、イエス！だって分かんねえな。流れが悪いね。あ、やばいやばいやばい。普通に。あー、ダメか。あー。やばい、出なくなってきたな。うわー、関係ない。まーじか。おー、静かになったな。うわー、爆死ばっかになっちゃったな。ローザ？エドでしょ、まずは。エド、55歳。ガッシュ！よし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 、リバティ。関係ない。デンクなったな。おお、すげえすげえすげえ。豚も出た。なんだよ。バン！エドワード。爆死。焦る。いやね。関係ない。ああ。山並さんありがとう。おい、エドワード。爆死はダメ、絶対に。だから、いいってわけ。ちゃう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 。本当に。よし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 、もう一体。じゃ、おっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、よし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 、それだよ、それ。やばいぞ、これ。85。おいおいおい、あるぞ。いくよ。せーの。パッ。うわー、頼む。これ誰？おっしゃー、あと1、あと1だよ。ひ
よし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 、何なんだお前らマジで。いきます、これもう全集中。花火上がれ。くそ、エドはどこへ。よっしゃー、よし、やったおっしゃー、おっしゃー、やったー、マジかよ、やったよみんな。俺今回は本当にいつもみたいになるまで課金、追い課金し続けるって配信じゃなくて、30万円使った時点でもうこの配信終わりって決めてたから、これ嬉しいね。最後はもうこれ気軽に、だから分岐用のアルフォー、だってエドワード、アルフォンスだっけ、いいよ全然。嬉しいっすねマジで、わー嬉しいっすね。これはこれこれすごい嬉しい。何これ、うわ嬉しい。この限られた中で戦うっていうのはこんなに楽しいもんなんだね。エドワーマスも一応作れるから大丈夫だよ、分岐で。嬉しい、楽しい、まさしやばいな、これ嬉しいっすね。うわこれ嬉しいっすね。うわー嬉しい、終止符を打つ、ストライクショット、これはダメだよ出したら。よし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 、いいよ、これだよ、いくよ、よし、きたー。じゃあこれで配信を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ガー、なんでもいい、あれ来てバン。勝った、そうだ花粉ばらまきおじさんだ。俺だよ花粉おじさんだよ。やつは次から次へと夜な夜なみんなの家、さあどんどん詰め込んじゃおうね。直接花粉を鼻に詰め回っているのだ。やつの好みは杉、ヒノキ、カモガヤ、ネズミ細麦、ススキ、カナムグラ、ブタクサ、ヨモギ、ハンノキ、その他にもあるらしいが、今は飼っているのはそれだけだ。季節ごとに分かれてやってくるずる賢いやつだ。今日もやってきた、やつがやってきた。終わりです。